皆さんおはようございます。ジャムステックの横井です。横と、ちょっと著者名が増えましたが、先ほど米山さんが、紹介していただいた IMC スマートラー2017集中観測期間中に見られた降水位置変化のお話をします。で、まずはじめにこの観測に、ご協力いただいた皆様どうもありがとうございましたということで謝辞を述べさせていただきまして、我々がターゲットとしているこのスマトラ島の西岸付近というのはですね、その位置変化、降水の位置変化という意味では、夜間に、日中、島の上で対流があってですね、降水があって、その後夜間から、明け方にかけて、その降水域が沖向きに、伝播するというような、特徴的な、変化を示します。で、確かにですね、こういった位置変化の、根源、大元の原因というのは、太陽の日射の位置変化ですけども、その昼の、豊富な日射がどのような、プロセスを経て夜間のこういった、気合電波につながっていくのかといった、それは詳細な物理過程が依然不明であるということで、観測研究を、行ってきたわけです。でですね、さらに2年前、2015年のプレワ MC で、我々、未来をスマトラ島から沖合50キロ程度のところに配置しまして、集中観測を、1日8回のゾンデを上げながらレーダーを、ぐるぐる回し続けたと。でそこで何を我々が得たかというとですね、このようにですね、これは、レーダー降水量を海岸からの距離の関数で、地方時の朝7時から夜、次の日の朝7時まで上から下に時間が流れていく、こういった平均日変化の状況、を調べていますと、先ほど申しましたように、昼ぐらいに、陸域で立って、それが夜間、沖合電波する様子がきれいに捉えられていてですね。で、今回は、我々海上で1日3、8回のゾンデ観測をしているので、この沖合電波してくる、してする、降水域の前面で何が起こっているのかというのを、詳細に、観測することができました。で、何が起こっていたかというのを見てあげると、降水域がやってくる前に対流圏の下層で、熱的に、安定度が下がって、さらに水蒸気が蓄積されてきてますね。でそれはどういった原因なのかというのを、いろいろ調べてみると、そこに、上昇流があって、おそらくこの上昇流というのが、陸での対流活動に伴う、もの重力波の影響であろうというようなことは、議論することができたわけです。ということで、沿岸海域でラジオ動画観測することによって、結構、詳細な、特徴を調べることができたわけですけども、ここで見ていただければ分かりますように、この降水域はさらに沖合に行ってます。でさらにレーダー観測範囲の一番端っこで見にくいんですが、若干降水量が、減衰していくだけじゃなくて、もう一回、再発達しているように見えるということで、より沖合で、特徴を観察して、観測して比較することでさらに何が分かるのかということを目論でですね、2017年は未来をより沖合に配置して、で、観測を行いましたということです。でですね、早速2017年何が見れたかという結果です。まずですね、この図は、ここが未来で、ここがベンクルで、ベンクルには現況レーダーがありますので、この現況レーダーと未来のレーダーをうまいこと、ちょっとこう、合成してあげまして、この赤枠内を海岸線と平行な方向に平均してあげて、時系列を並べてあげたのがこの図になります。時間は上から下で、未来が定点にいる12月5日から、1月1日まで描いているんですけれども、沖合電波という例で見ると、例えばこの日とかこの日とかこの日とか、そういうふうに、見られる日もあるんですけども、プレワ MC の時はほぼ毎日、沖合電波が見られたんですが、そういった状況がなくてですね、例えばこの日とか逆に、陸の方に向かっているような日もあります。ということで、プレワ MC の時と比べて、沖合電波が、より非定期的な、ものでした。で、ざっくりとですね、平均日変化をこの27日間で書いてあげると、でも沖合電波が勝つので、こんな風に見えるわけです。で、これプレワ MC で比較してあげるとですね、
陸上の降水が立つときは大体同じぐらい。だけどその後の電波スピードが違いましたよ。2017年の方が明らかに遅いですね。それから、我々当初の目標と違ったんですが、前回はこう綺麗に沖の方に行くんですけども、今回はこうやってきてですね、未来がここにいたんですけども、未来が来る手前でちょっとなんかこうブロードになってですね、よく分かんなくなってしまっていました。で、まずですね、この電波速度が何で違うのかなということを、調べるためにですね、ラジオドームでの、水平風のうちですね、海岸線の直行する成分の、平均的なプロファイルをプロ野球と、2017年で比べてみました。これマイナスが沖向き、つまり北東風の風で、プラスが、南西風の風を示しています。で、青が未来で赤がメンクルで、この期間中の平均プロファイルなんですけれども、明らかに違いがあるのは自由対流圏の下の方で、プレ YMC では、沖向きの北東風、成分、YMC では、南西風成分になってまして、異流という観点で見るとこの電波速度の違いと、まあ、定性的には成功します。でこれは明らかと なぜこういうふうな、背景が違ったかというと、まあ、おそらく、塩素のフェーズと関係しています。こちら側はエルニーニョで、こちらがラニーニャでしたから、整合的な、コントラストになっております。でもう一点ですね、着目しているのはこのプレ YMC の時には、最下層でこういうふうにですね、結構延直視野がはっきりと、見えててですね、下層で、陸向き、そのちょっと上で沖向きな、風の場合になっておりました。でこういうのは、降水セルが、自分の冷気外出流とを使ってさらに、沖側で、新しい降水セルを生み出すようなそういった対流セルの組織化にとって好都合な環境場になっていますいるので、あ確かに、まあ、だから、毎日毎日同じように、沖合電波が見られたのかなと想像するわけですけども、2017年にはそういうふうになってなくて、どちらかというとちょっと、陸向きの延直視台になっている。で、2017年は、非定期的だったということで、沖合電波が顕著な日っていうのを、まあちょっと抽出してあげます。まあ、そのためにですね、ちょこちょこっと、この電波時間帯の降水量とその前以前の降水量、その前の時間帯の降水量を比較してあげることで、まあ結果としてですね、この、12月の10日から31日までのこの8日間が、まあ、沖合電波が顕著な日だというふうに同定してあげまして、そのこの8日とそれ以外の、19日の、プロファイルを比較してあげると、こうなるわけです。これが沖合電波量の平均です。で、これ先ほど見た、27日間全ての平均ですけども、沖合電波量だけを見ますと、特に未来、青線で示す未来のところで、綺麗ではないな。ちょっと弱めですけど、プレアウェイシュと比べて弱めですけども、このような、沖向きの視野を観測していました。で、ここには書いてませんけども、沖合電波してない日っていうのは、これとこれを比べてあげれば分かりますように、視野の向きが逆でした。ということで、沖合電波日には、降水域の沖側である、特にこの未来で特に顕著だったんですけども、沖向きの視野っていうのを観測することはしておりました。ということで、電波が顕著だったということと、整合的な、結果になっております。一方ですね、このプレ YMC についても、特に、電波が顕著でなかった日っていうのを抽出してしたりして見てあげますと、確かにですね、この沖向きの視野が顕著でなかった日っていうのがこの期間中に2日だけあったんですけども、その2日には、沖合電波というのが、観測されてませんでしたので、一応整合的な結果になっております。では、この未来でのこの、様子をもうちょっと詳しく言いましょうということで、未来での水平分の、平均値変化を書いたのがこれになります。こちらが沖合電波の業界の平均で、これそれ以外の19日の平均で差を取ってあげます。で、この差を見ます と、沖合電波の日っていうのは1日を通してそれ以外よりも、沖向きの視野が顕著、大きい、ということになっておりまして、でさらにですね、
電波直前の16時から19時あたりにはこの特徴がより顕著になってきて、さらに色で示すように差が統計的に優位になっています。ということで、1日を通して仮想でより陸向き、それよりちょっと上で沖向きのパターンになっているという意味では、大規模循環波がきっとこの2つの違いを作り出しているのかなというような想像ができますけれども、それにプラスしてこのように午後にだけ差が強化されて差が大きくなって優位になっているということで、まあ、日変換も、それに大規模は大規模循環波によって何らかの変調を受けて、結果その差し合わせとしてこういった視野が作られているというふうに、今考えております。で、最後にこの大規模循環波ということで、850ヘクトパスカル面の大規模波を、沖合電波する日だとしたその日、それ以外の日で比べてみますと、その差を取ってみると、これコールドサージっぽい、パターンが見えてですね、実際にコールドサージというのは、スマトラ島の西岸までは到達せずにこっちに、ジャワ島の方に曲がるんですけれども、その張り出し方が違うためにですね、差を取ってみると、コールドサージが強くて、そのために、スマトラ島西岸での、風のパターンに変化が生じて、で、850ヘクトパスカル面での、強い沖向きの風になっているというふうに、考えております。で、これさちょっとアニメーションで見せるんですけども、実際の降水の沖合電波がどういうふうになっているかっていうのをイメージをつかんでいただくためにこの、まあアニメーションがあるんですけども、過去の降水対流線っていうのが大体この下層の対流圏の下層の流れに沿ってですね、こっち向きに流れるんですが、これ見ていただければ分かりますように、新しいセルが沖合側に順次発生することで沖合電波が生じていたということで、先ほどのシアの時の話と整合的な様子が観察されます。ということでまとめますと、降水沖合電波がほぼ毎日観測されていたプレアイオンシーと比べて、2017年の期間は電波現象は今より非定期的です。顕著な日もあればそうでない日もある。で、もう一つ、その電波速度のに、差があったんですけれども、それは自由対流圏下層の一般風の違いと整合的で、それはおそらく塩素の、フェーズの、関係しているでしょう。で、17年の期間のうちに顕著な電波現象を観測された日っていうのは、降水域の沖側で下層沖向きの延直視野が見られると。で、こういうのが、沖側での自己増殖によって沖合電波がなされていることと、まあ、整合的ですよというところまで、とりあえず来ております。以上です。ではご質疑お願いいたします。今のところの解釈とすれば、その大規模場の方がその、スマトラの側の局所的な変化に影響を与えたという一方的な解釈ですか？逆方向はできないです。スマトラの方がその YMC の、MJO の影響を受けて、日変化が変化してトータルな上昇量が変化して、じゃあのコールドサージを呼んだとか、そういう逆方向の変化を分かる。それはまだ検討してないです。両方あると思う。可能性がある。MJO がコールドサージの発生に、関わってるって言った研究はもうちょっともっとラージスケールの目で、やってる研究がありますので、その辺とも合わせていきたい。どうぞ。基本的な確認なんですけれども、その仮想視野で自由対流圏のところが共通であったと。で、境界層の中は符号が逆だったですよ。それはセカンダリーだということです。視野が地面から950、はい、そこぐらいはだいぶ違ったわけですよね、様子が。この図で見た方がいいです、ええ、ここら辺ですね。そこから下はだいぶ違うわけです。だいぶかどうか。あ、青線で見てるんですか？青線の方を見ていただいて、こちらの方を大体950ぐらいに、まあ、マキシマムがあって、くの字に折り曲がっているという意味では、地面からだいたい似たプロファイル、はい、似たプロファイルですね。下はやっぱり摩擦の影響とかでやっぱり弱まります。あとセカンダリーだと思うんですけれども、その500以下でやられてますけれども、この年々の違いだと、その積乱雲どこまで取るんですか、見解面付近というか、そこの違いというのは当然あるでしょうけれども、はい、その電波だなんだ、あるいは降水量の強さだというのに、その上の方の
係の違いはどれぐらい関係しているの、まあ、今回の発表とかで次だと思うんですけどね。確かに、まあ、そのどのぐらい積乱雲が組織化するかとか、どのぐらい活発、セルが活発するかというのは大きく違っていると思いますし、先ほど米山さんの発表でもありましたけども、その雷の鳴り方が全然違ったというのがあって、15年は雷がバンバン鳴ってましたけど、17年は本当に静かだったということで、そういった意味で、太陽活動の、まあ、激しさも違うと、何か関係してるかもしれない。そちらのどうぞ。高部さん、高部さん、すみません、プレの時に見られた太陽圏下層に見られた上昇流重力があってはあろうと、それは見られたんですか。ですね、ちょっと8日のしかその対流は、電波顕著ではなかったので、そのシグナルという意味では結構ノイジーなんですけれども、形成的に同等な、似た、特徴は捉えられています。同じような時刻のタイミング、時刻ってっなぜ時刻っていうかって言ったら陸起源だとおっしゃったんで、だいたい時刻は決まっている。ですね、今解析しているのはその3時間間隔のやつでしかないんですけれども、その3時間の間隔の、という、まあ、解像度でいくと同じ時刻になっております。安田さん、はい、仮想の西風 の変化っていうのについては、スマトラ沖によくシノプティックスケールの渦ができて、それは多分スマトラにぶつかって風を作る渦だと思うんですけど、それが来てた時期と来てない時期でのなんか違いっていうのがヒントになるかなと思いました。ありがとうございます。ちょっと比べていきたいと思います。はい、わかります。他よろしいですか。他よろしいですか。ちょっと一つだけ。はい、その最下層 の最下層 その風 その連続観測ってのやってらっしゃるんでしたっけ。最下層っていうのはサーフェス、サーフェスとか、まあ、その対流の、まあ、一番下 その消息がどんなふうなその変化をしているとかですね、そういうのが見える、プロファイラーだとかなんかで。そこまではしてない。データとしてはあるんですか。そのデータは海上の船の上でプロファイラーかなんかを、プロファイラーは今回はやっておりませんので、サーフェスのサーフェスメットと、まあ、ゾンデが主な武器、まあ、あと対流があるところは、その対流がどうやって発生するか、まあ、その、まあ、中層の上陸波なのか下層の初速が起こっているのかとかですね、ちょっとその辺が分かるといいなと思ったんです。はい、すみません、はい、まあ、あるデータから何か工夫してやるようです、はい、ありがとうございました。じゃあ続いて宇さんお願いします。